畑。人の顔ってシンメトリーではないんですよ。シンメトリー、アシンメトリーなんです、うん、左右非対称なんですよ。同じように見えて、うん、僕とか右目と左目のサイズが結構違うんですよね、実際。あ、本当だ。ファンジョンがまだ整ってほうですよ、顔わかんないですから。ファンジョン、いや、これやったら本当にわかるんですよ。マジで別人になるんで。というわけで、このアプリ使うと左右が対称になるってやつですね。ちなみに、ナナセマルがやったら両方綺麗なナナセマルだった。すげえ、すごいんだよ。だから可愛い人はそうなるんでしょうね。じゃあ僕やってみます。はい、これ多分ね、前髪とかがもう勝負なんだよ多分。で、ライティングもね、大丈夫だ。いきます。ねうわ、もう見るからに固がってるもん、顔。待って待って、なんかやっぱ写真だとみんな吹ける説あるよ、うん、押します。はい、あ、どなんか選ぶ説あ、待って、あ、ほんとだなんか情けなくなった。これが左半分の顔ってことですね。そうです。ただまあ、かろうじて俺じゃない。え、全然顔綺麗。ほんとだ。え、俺だよね、かろうじて。右半分いきましょう、右半分いきましょう。おほー、ほんとだ、全然ちげえ。待って、アバター入ってんじゃん、アバター。いや、こっちがほんと綺麗。ほらほらほら、まだ俺だよね、こっち。うん、だけども、だけどほら、面白い。これアバター入ってんな。いや、もう絶対顔ひどいんで先にやらせてください。あー、でもでも、まあ、あー、はいはいはい、まあまあまあ、いきますよ。どっちからいきますか。 Right で、ねえ、秋葉王じゃないですか。鼻でかっ、鼻でかっ。こっち行きます。秋葉王。はい、面白い。おねえ、だーい、顔キモ。いや、だいちくん、だいちょっと顔見せて。いや、整ってるぞ。うん、あ、そう、後ろにいていい、俺、こうやって行きますよ。まずこっち、こっち側から。右ですね。右？じゃあこっち行きますよ。待って、前髪どうした？なんで M 字になったんすかね。グッパギになった大地くんが。反対側お願いします。反対側行きます。あはは、ダメこれ。吹けたな。待って、後ろの。後ろの俺やばい。はじめくんやばい、後ろの。はじめ変わってるんですよ、これ、意外に。こっからの、見て、こっからの、うん、読んって。髪型やばい。前髪やばい。やばい、これ面白いな。すごい、全然やっぱじゃ違うんだね、みんな。違うね。いやー、ほんとに。アイドル、ほんと顔左右対称なんですよ。すごいよ。すごい。ただただ悲しくなる企画だね。悲しくなっちゃった。何のレムなんだよ。いつだ、よっと。タナチの、やばい。いや、ほんとにそうなんですよ。ああ、マジでやばいっすよ、ね。違和感目で。見てください。タナチマジでやばいっす、怒っちゃう、タナッチ。任せました。いや、でもこれ俺たちのせいじゃないっすよね。雨のせいなんですよ。急に降ってきたんですよ、どうしようもないんで。これ、これやばいよ、マジでどうでしょう。あり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 そうです。待って、俺今の一瞬でやばいんですけど。一つの命守られた代わりに一人の人間が一緒の目にお風呂入ってきまーす。はじめくん、はい、昨日動画見ました。ポケカハマってるっていう動画ですよね。はい、そうです。そうですよね。はい、内容を見てると、はい、あ、かわいい。2箱買っ
ってましたよね。デッキを強くするためって言ってたと思うんですけど、ちょっと僕の記憶が正しければ畑メンバーでのリミットレギュレーションというか、まあ、決まり事で8月からはデッキ強くしていいんだけど、7月の間はスターターデッキだけでやるっていうお話だったと思うんですけども、まさか改造してないよね。改造してる？やりやがった、やりやがった。聞いてください、はいはいはい、ちゃんと訳がありまして、はい、どうぞ。あのタナッチのデッキパワーがおかしいんですよ。あー、それ気づきました？確かにね、気づきました。あれは電気タイプだけ異常に強い。ライチュウとレントラーが強すぎて、うん、無理なんです。あの笑えないんですよ本当に。確かにね、デッキのカードパワーが強すぎるとおかしいんで強化しました。本人にも了承取って、はいはいはい、まあ、リミットレギュレーションは、7月は、なんかその改造したためってルールが決まったんですけど、ほら、8月 YouTube 本気出そうって話したから、一回ポケが封印しようって話になったじゃないですか、確かに。しましたね、しました。確かに、電気は強いよね。そう、だから大地君もなんかあげるよ、ビリジョンとか買ったから。え、本当に、うん、本当に、え、草タイプのデッキ使うでしょ。うん、ちょっと強化できるのかあげる。これもしかして、洋平くんは知ってる？洋平くんは、洋平くんもなんか強化してたの。え、嘘でしょ。いや、でも聞いてくださいよ、洋平くんの炎タイプがクソ弱いんですよ。びっくりするぐらい弱いから、いや、洋平くんは本当に強化しましょうっていう。そこまでも改造せないでしょ。まあ、全然改造せない、うん、まあ、ならいいでしょ。見る、うん、全然改造してないよ。全くと言っていいぐらい改造してない。まあ、基礎的なデッキの内容覚えてるからね、俺も。そうそうそう、基本的にほぼ改造してないですよ。全然改造してないです。待て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 、知らないカード多いよ、知らないカード多いよ。この子知らないですよ。大丈夫です。この子は強い？もう強い。3200円しました。そうでしょ。で、ハッサムも知らないよ。違うんだ。ね、がっつり改造してます。違うんです、何も知らないんだもん。ねえねえねえ、3枚ぐらい入ってるかと思ったら、その形がないぐらい。うん、ほぼ一緒。やろうぜ、ポケカ。この威力やばい。もっともっとやばいっす。じゃあなんでそんなひどいことするの。ひどいことしないで。ひどいことしないピッて言いませんでした今。ほらやっぱり。待って、仕掛け場なんか仕掛けましたね。え、絶対なんか蝶々とか仕掛けてある。あ、違う、はじめくんじゃないですよ。え、本当ですか。大好きなんです、大好きなんです。いや、でもおかしいです、カメラの。もう、どう見ても。え、なになに、絶対蝶々仕掛けてあるじゃないですか。何？いや、ほんと。めっちゃ笑うじゃないですか。な、なになに、わ、わ、デスソース売ってやる、プリッツに。よく食べます。ちょっと待ってください。違う、ちょっと、じゃあはじめくん聞いてください、聞いてください。ちょっと待ってください、聞いてください。これ、まあ、どうした？さっき食べたぞ。いや違う、僕これ本当吐くんすって。違う、これ本当にこれ、ちょ、ゲロ吐くんす僕これ。一回。じゃ、さ、ちょ、あの、まあ、待って、無理。かけるやつ誰だ？どっちだ？いや、これ絶対大地くんなんですよ。絶対大地くん。いや、待って。いや、だって早い。じゃ、もうそれでいいんだよね。うん。もしこれ違ったら俺ちょっと今後ギクシャクしちゃう。いや、待って、大地くんでしょ。うん、大地くんでしょ。うん、洋平くんです。洋平くんですか。まさか。再生すればわかる。再生すればわかります。いや、待って、はいはい、僕はでもドッキリ仕掛けられたんですけど見破ったんで、はい、勝者なんですよ。まあ面白かったら引っかかりに行くんですけど、生ぬるいドッキリは僕はもうやらせても引っかかんないんで。だってってことですよ、はい、俺は生ぬるいドッキリやると思います。やる。ちなみにあの見た時隣で洋平くんがなんかって言ってたんですよ。ってことはですよ、一回俺毒味させられてるんですよ。いや、毒味させられ待って、見て僕が犯人です。やっぱり大好きじゃん。いや、もうないっす、もうない、ついてない。待って、しんちゃんそれ、致死量これは裁きだ。あー、やだ。これは裁きだな。え、がっぷりいってみよう、せーの。おぉ、あ、普通の部分。うん、
元気やった。